こんにちは、プロコンプロの小池昌司です。どうですか皆さん、練習していますか？今回はドライバーとアイアン打ち方の違いをお伝えいたします。どうでしょう、ドライバーの調子が良いとアイアンが当たらない、アイアンの調子が良いとドライバーが曲がる、そうするとドライバーの打ち方は同じなのだろうか、それとも違うのだろうかと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。今回はそういう方のためにドライバーとアイアン打ち方の違いを4つお伝えいたします。ドライバーとアイアンは基本的なスイングの流れで極端に変わることはありませんが、違うところもあります。自分のスイングがどのようになっているかチェックしてみましょう。飛ばしてなんぼ。ドライバーとアイアン打ち方の違い、1つ目はボールの位置です。今回は9番アイアンとドライバーで比較していきます。アイアンのボールの位置はスタンスの真ん中にボールを置くのが基本的なボールの位置になります。アイアンは芝の上から打つ機会がほとんどです。ボールを真ん中に置くことによってボールを打ってから芝を取っていく打ち方、いわゆるダンブローになりやすい構えを最初に作っておくことが大切です。このようにアイアンでドライバーと同じく左かかと線上にボールを置いて構えている方がいます。このボールの位置ですとダンブローで打つのが難しくなり、どうしてもクラブヘッドが下から上に上がるアッパーブローになってしまい、ボールを打つ前に芝に当たってダフってしまいます。では実際に打ちます。まずは左かかと線上にボールを置いて打ちます。アッパーブローで打っているのでトップしたりダフったりしやすくなります。次は真ん中にボールを置いて打ちます。真ん中にボールを置いているのでダンブローで打ちやすく、先にボールを打ってから人工芝がすれて打てています。飛ばしてなんぼ。次にドライバーのボールの位置ですが、左かかと線上にボールを置くのが基本的なボールの位置になります。ドライバーはティーの上から打ちますし、ドライバーの面の部分がロフトが少なく立っているのでアイアンとは打ち方が変わってきます。ティーの上から打つドライバーはこのようにヘッドが上昇しながらボールを打ってきます。いわゆるアッパーブローで打ってきます。左かかと線上にボールを置くことによってアッパーブローで打ちやすい構えを最初に作っておくことが大切です。ドライバーでこのようにアイアンと同じくボールを真ん中に置いて打つとヘッドの入射角が鋭角になります。そうするとロフトが少ないドライバーではボールを高く上げることはできませんし、インパクトでフェースが右に向きやすくスライスの原因にもなります。では実際に打ちます。まずは真ん中にボールを置いて打ちます。ヘッドの入射角が鋭角なのでボールが上がりませんし、フェースが開いて右に飛んでいます。次は左かかと線上にボールを置いて打ちます。アッパーブローで打てているのでボールが上がっています。アイアンではボールの位置は真ん中、ドライバーでは左かかと線上に置くことに違いがあります。チェックしてみましょう。飛ばしてなんぼ。ドライバーとアイアンの打ち方の違い、2つ目は体とグリップの距離です。どうですか、アイアンでドライバーのようにボールから離れて構えて打っている方や、またドライバーをアイアンのようにボールから近くに構えて打っている方いらっしゃいませんか。アイアンでドライバーのようにボールから離れて構えて打つとトップの位置が低くなり横振りのスイングになってしまいます。
また上半身で打つ打ち方になり力みやすくなります。まずはアイアンですが、アイアンの体とグリップの適正な距離は拳1個から1個半入るくらいが目安になります。このように拳2個入るくらいだと離れて構えすぎていますね。それとは逆にドライバーでアイアンのようにボールから近くに構えて打つと、インパクト、フォローで手の通り道がなくなってしまいます。そうすると右腰が前方に突き出て体が開いてしまったり、クラブが外側から置いてくるカット軌道になり、スライスの原因にもなってしまいます。ドライバーの体とグリップの適正な距離は拳1個半から2個入るくらいが目安になります。このように拳1個入るくらいだと近くに構えすぎています。アイアンとドライバーとではクラブの長さが違いますので、当然体とグリップの適正な距離は違ってきます。アイアンもドライバーも各々適正な距離で構えることで、無駄な力みもなくなり、スムーズに振ることができます。では実際に打ちます。まずはアイアンで体とグリップの距離が拳2個分入る構えで打ちます。上半身で打つ打ち方になっていて安定して当たりません。次は体とグリップの距離が1個から1個半入る構えで打ちます。適正な距離で構えることで体全体でスイングして打つことができます。今度はドライバーです。まずは体とグリップの距離が拳1個分入る構えで打ちます。懐が狭いのでクラブヘッドが外側から置いてきてカット軌道になっています。もう一発打ちます。右腰が前方に出て腰が開きスライスしています。次は体とグリップの距離が1個半から2個入る構えで打ちます。体とグリップの距離が適正なので、右腰が前方に出たりカット軌道になっていません。アイアンの体とグリップの適正な距離は拳1個から1個半入るくらいが目安になり、ドライバーは拳1個半から2個入るのが目安になります。アイアンとドライバーでは体とグリップの適正な距離は違ってきます。チェックしてみましょう。飛ばしてなんだ。ドライバーとアイアン打ち方の違い、3つ目はアドレスの軸の傾きです。アドレスでのアイアンの軸の傾きは垂直より気持ち右に傾くくらいになります。それに対してアドレスでのドライバーの軸の傾きはアイアンより大きめに右に傾けるのがドライバーの軸の傾きになります。初心者やアベレージゴルファーの方の場合、ドライバーの軸の傾きがなくアイアンと同じくなっている方が多くいます。ドライバーでこの構えですと棒の位置がアイアンとは違い、真ん中ではなく左かかと線上にあるため、バックスイングで左足軸になりやすくなります。そのため肩が回りづらくなり、クラブヘッドが鋭角に入りやすくカット軌道の打ち方になってしまいます。これが原因でスライスになっている方がとても多いです。ドライバーはティーの上にあるボールを打つので、アイアンより軸を右に傾けます。そしてアッパーブローで打つための準備をアドレスで作っておくことが大切です。そうすることによって肩を深く回すことができますし、カット打ちにならずインサイドインのスクエアの軌道で打つことができます。では実際に打ちます。まずはドライバーでアイアンと同じ軸の傾きで打ちます。
クラブヘッドが鋭角に入りカット打ちになりスライスしています。次は軸を傾けて打ちます。軸がアイアンより右に傾いているのでアッパーブローで打ちやすくなります。アドレスでのアイアンの軸の傾きは垂直より気持ち右に傾くくらいで、それに対してドライバーの軸の傾きはアイアンより大きめに傾ける違いがあります。チェックしてみましょう。飛ばしてナンバー。ドライバーとアイアン打ち方の違い4つ目はトップの大きさ、フィニッシュの大きさです。アイアンは狙うクラブで、ドライバーは飛ばすクラブです。ですのでアイアンではドライバーのようにトップを大きく、フィニッシュを大きく取りすぎた振りすぎる打ち方をしてはいけません。この9番アイアンのフルショットですと肩から肩の振り幅でドライバーの7割くらいのスイングの振り幅が適正になります。アイアンはコンパクトに振ることによって安定して打つことができますし、目標方向に狙って打つことができます。ドライバーは飛ばすクラブですので、それとは逆にトップやフィニッシュを小さくしてはいけません。そうすると肩の回転が浅くなり、ボールを遠くに飛ばすことができなくなるからです。ドライバーはアイアンよりトップはしっかりと肩を回し、フィニッシュではクラブのシャフトが首に巻きつくくらい大きく振ることが適正になります。では実際に打ちます。まずはアイアンで大きいトップ、大きいフィニッシュで打ちます。アイアンで大きく振りすぎるとバランスを崩してしまい、目標方向に狙っていけません。次はコンパクトに打っていきます。アイアンはコンパクトに振って目標方向に狙っていくのが大切です。次はドライバーで小さいトップ、小さいフィニッシュで打ちます。当てに行く打ち方になるのでボールが低く飛び飛んでいません。次は大きいトップ、大きいフィニッシュで打ちます。トップではしっかり肩を回し、フィニッシュではクラブのシャフトが首に巻きつくくらい大きく振ることが大切です。アイアンは狙うクラブ、ドライバーは飛ばすクラブですので、トップの大きさ、フィニッシュの大きさが違います。チェックしてみましょう。